環境地図、環境マップはロボット工学において物の配置やどこに壁があるかなどの周辺環境の情報を記述した地図である。また地理教育においては身近な地域や環境を自由に描いた地図を指す。環境マッピングも参照。環境マップの例ロボットが部屋の端から目標の地点まで移動することを考える。最大経路を通って 目的地へ行けるルートを考えようとした場合、物が置かれている場所や壁がどこにあるかを把握し、ロボットが通れない位置をはじめに知っておく必要性がある。こういう時に環境地図を用いる。地理教育においては、児童や生徒が自宅周辺など身の回りの地域、環境を調べ、気づいたことを自由に書き込んで地図に表したものが環境地図である。 従来の独図法を教授する形式の地図教育に欠けていた自分で調査し地図化するという点を克服する方法として環境地図が有用であると考えられる。環境地図を作成することで身近な環境を知ることになるため環境教育の第一歩としても有効である。日本では北海道教育大学旭川校が中心となって環境地図教育研究会を組織し、 環境地図の普及を図っている。ありがとうございます。